ってきた時間がですね、8時半、30分くらいで、お、これニコ生間に合うんじゃない?みたいな感じで、さっき帰ってきたばっかりなんですけど、間に合いそうだったんで、ちょっとあれですよ。やろうかなっていう、ニコ生間に合いそうだからやろうかなっていう感じで、あれですね。今ちょうど、帰ってきたところで、ちょっと疲れましたね。今日ちょっと、池袋まで遊びに行ってましたね。友達に誘われて。ちょっとあれですね。多分今日お休みするっていうことで、お休み、なんだ、お休みをしたんだけど、あ、違う違う違う、お休みするっていうことにしてたんだけど、始めてしまったんであれですね。多分あれですね。誰も今日来ないんじゃないかなっていう感じの。だけど、ちょっと間に合っちゃったから、あれですね。お、ちょっと今スカイプで今日遊んでた友達からコンタクトが来てましたね。あれですね。ちょっとコメント返しとかないと。今日本当に0人の放送って今日やろうかなっていう、もう誰も来ない中で、僕一人でずっと、喋り続けるっていうのは、これ一応一回やってみたかったなっていうのがあるんで、今んとこまだ0人なんで、これちょっと僕一人でずっとやろうかなと思いますよ。そっか、今日お休みするって、メルマガでも言っちゃったからな。だからあれですね、今日来た人はちょっとかなり、あれですね、なんか僕が、なんですかね、普段見れない僕を見られるみたいな感じですね。あ、何?わあ、すごい。あれですね。僕今日休むって言ったのに来てるってのがすごいですね。1000円アフィリエイトの中松優太さん。誰ですか、それ。中松優太さんっていうのは僕は、1000円アフィリエイトの中松優太は信用していいですかっていう質問ですけど、中松優太さんっていう方僕わからないですね。そうなんですか。イケメンの方ですか。そうなんですか。僕は何とも言えないですね。知らないんだ、そもそも。その方を。あ、なんか、イケメンの方で話題になってた方ですか?なんかよくわからないですけど。ちょっと今、ニコ生コメントビューアーを入れて、あれですね。準備万端な感じですよ。もうコメントをいただけたらもう、なんぼでも、あれですよ。ちょっと調べてみましょうか。中松優太さんですね。ああ、そうですか。イケメンの人って有利なんですかね。なんか、結構、ずるいですよね。なんか、それだけで、世の中不平等にできてるかなって思いますよ。中松優太。ああ、本当だ。出てきましたね。中松優太さん。どうなんですかね、中松優太さんって方。なんか、聞きました。今、調べてみましたけど。まあ、どうなんですかね。ちょっと僕は、わからないので何とも言えないって感じですね。中松式サイトアフィリエイター養成講座。ああ、サイトアフィリエイト、まあ僕もやってますけど、サイトアフィリエイトはすごいいいと思いますよ。いや、なんだろう。結構、ですね。メルマガだったら稼げるか稼げないかが結構両極端みたいな感じで、まあ、稼げるときはすごい稼げるんだけど、稼げないときはすごい稼げない、感じなんですよ。メルマガっていうのは。ああ、まあ、そうとも言えないですけど、メルマガで地道に稼ぐっていうこともできますけど、サイトアフィリエイトだったらコツコツやったらコツコツやった分だけ、収入に、なんて言うんだろう。まあ、こういう感じで、上がっていくんで、あ、こっちか。視聴者から見たら。あれですね。だから、サイトアフィリエイトを教えてるっていうのはすごいいいと思います。そのサイトアフィリエイトのノウハウがきちんとしたものであれば。まあ、てか、だったら別にサイトアフィリエイト誰から教えてもらっても結局サイト作るっていうのは同じなんで、なんですかね。まあ、SEO とかの知識がちゃんとある人から学べばいいと思いますけど。まあ、あとは、あれですね。相性とか、まあ、学校の先生みたいな感じですよね。この先生から学びたいみたいな感じで。まあ、その相性があって、すごい、仲良くっていうか、コミュニケーションいい感じでできる人とやった方がいいと思うんで、あれですね。まあ、その人が、
うさんくさいというかなんかあれですね。それやっても稼げないことを、発信してたら、その人についたらいけ、ついていったらいけないですけど、まあ、ちゃんと中身のある人だったら、まあ、あとは相性が良ければいいと思います。で、与沢翼さんですか。与沢翼さんも、まあ、すごい人だなって、まあ、僕は別に、否定的な意見は特にないですね。なんて言うんだろう。まあ、いいんじゃないですか。与沢翼さん、すごい、羽ばたいてますよね。翼っていう名前。名前のごとくみたいな。すごい羽ばたいていて、かっこいい人だと思いますよ。まあ、ちょっと太りすぎかなっていうところはありますけどね。ただお金を稼ぐっていう面では、まあ、あの人すごい頭もいい人ですしね。早稲田大学とか、どこだっけ？早稲田大学だっけ？あれ、どこだか忘れましたけど。まあ、なんか、あれですよね。あと、大検取って、まあ、高校も出てなかったら大検取って、まあ、鬼のように勉強して、確か早稲田大学に入ったって言ってましたね。翼さん。どうなんですか？与沢翼さんについて、何か、なんか、あれですか？まあ、やってることが大きすぎて、あれですね。ちょっとついていけないっていうか、あの人だけなんか一桁から、まあ、なんか10倍から20倍くらい、稼いでる人の10倍から20倍、さらに稼いでるかな、みたいな。すごい稼いでる人が1000万稼いでるとき、あの人1億稼いでますからね。ただ、与沢塾とか一桁違うんですよ。30万とかで来ますから、普通の人が3万とかで教材出してるところ、あの人の教材だけ30万とか、まあ、普通の人なんぼ2万とか、私は1万5千円くらいで教材出してるところは30万だから20倍くらい、あの人の教材違う、教材の価格が違うんで、しかも、人数が多いじゃないですか。だからすごい稼げてるんだろうなっていう。まあ、30万だったら、いくらの、30万をいくらの人に売れば1億になりますか？30万だったらね、333人でいいんですよ。333人に、まあ30万円の与沢塾。いや、僕、与沢塾買いましたけど、あれやってもね、やってもっていうか別に、与沢さんブランドがついてその値段になってるから別に、なんて言うんだろう。1万5千円の教材と言ってることはほとんど変わらないですよ。だけど、与沢さんが喋ってるっていうことに価値がついて、まあ、与沢さんから学びたいっていう人は30万円を払ってもいいと思いますけど、言ってることは別に、普通の今。そうですね、そうですね。あ、ソウルさん今日来たんですね。いや、あ、来たんですねって別に来たら悪いって意味じゃないですけど、今日本当はね、お休みするっていうことで昨日言ってたんですけど、ちょっと遊びから帰ってきたらさ、まだ8時29分で、あ、これはやらないといけないかなって僕思ってさ。そうですね。1万でも価値があるものはあるし。あ、そうです、そうです。ちょっとね、池袋まで今日ちょっと友達に誘われて行ってたんですけど、まあ7時半くらいに、ちょっと池袋帰ってきて、まあ、間に合うかなみたいな感じ。8時半に帰ってきたってことは、これはちょっとニコ生やるべきでしょうみたいな感じで思って。まあ、急遽ちょっとパソコンすぐ立ち上げて、で、枠取ろうかなって。まあ、8時36分くらいスタートになってしまいましたけど。まあ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 。いや、だからメルマガとかでね、今日告知してなかったからね。あれですよ。もうめっちゃ人少ないじゃないか。私、お盆だしね、8月13日で。まあ、こんな時にわざわざネットビジネスの話聞きたくないかなっていう。だからこういうところに来てる人はすごいなと思いますよ。いや、僕も池袋に今日遊びに行ってましたからね。別にいつでもいいですよ。ああ、それは、どういう意味ですか？まあ、ありがとうございます。いい意味で言ってくれてるんですよね。別にいつでもいいですよ。ああ、なるほどですね。でも多分今日人の集まりが悪いから、で、なんだろうね。今日何について話そうかなって電車の中で考えてたんですけど、なんだろうな。なんかハロー効果って知ってます？なんか、せっかく来てくれた人になんか、僕がいつも読んでる本の、学んだこととかでも話そうかなと思うんですけど、影響力の武器最近ちょっとハマってて、いろいろ読んでるんですけど、まあ、ハロー効果っていうのがあるんですよ。
まあ、アフィリエイトとは直接的には関係ない話かもしれないですけど、間接的にはすごい関係ある話で、まあ、人生すべてにおいて言える、すごい大事な話だと思うんですけど、ハロー効果っていうのは。ハロー効果って、なんだっけ、ポジティブハロー効果とネガティブハロー効果っていうのが、まあ、その2種類があるんですけど、ハロー効果っていうのは何かって言いますと、まあ、バッチャさんだ。あ、いらっしゃいです。なんかね、今日ね、帰ってくることできたから、ニコ生やってますよ。本当はね、今日休む予定だったんだけど、遊びに行っててさ、いや、すぐ帰ってこれたからね。だから、あれですよ。枠取ることできたから、ニコ生やろうかなっていう感じで。でね、ハロー効果にネガティブハロー効果とポジティブハロー効果っていう、まあ、ハロー効果にはその二種類あるんだけど、まあ、ハロー効果って何かって言ったら、なんですかね。まあ、なんか、あれですよ。僕の意見に、なんかこう、突っ込んでくれる方は、あれですよ。それ違うだろうみたいな。それってこうなんじゃないのみたいな感じで、まあ、いつでもコメントしてくださって、大丈夫ですんで、なんかこう、そういう、なんか気づいたことがあればコメントしていただければと思いますね。で、なんだっけ、その人のことを、ハロー効果って何かって言ったら、その人のことを全部知ってる、ああ、そうですよね。教えてくれる人がいるのはでかいですね。ただ、まあいいや。ハロー効果はね、その人のことを全部知ってるわけじゃないんだけど、例えば、なんだろう。まあ、なんでもいいんですけど、僕がめちゃくちゃ英語ができるとするじゃないですか。で、めちゃくちゃこう英語ができてると、なんか他のことが全くできないのに、それがめちゃくちゃ英語だけがこう、長けて、まあ、飛び抜けて、こう、能力が高かったら、他の能力も全部高いんじゃないかっていうふうに勘違いされるのが、これが、ま、ポジティブハロー効果なんですよ。で、ネガティブハロー効果っていうのは別、あれですね。その人の、例えば僕がめっちゃ遅刻する人だったとするじゃないですか。で、あいつ何なのよ、みたいな。で、他の能力めっちゃ高くても、もうその一部分だけがこう悪かったら、他の能力も全部こう悪く見られるっていうのが、これが、ネガティブのハロー効果なんですよ。まあ、言ってることと同じなんですけど、いいか悪いかの違いでネガティブか、まあ、ポジティブかが決まるんですけど、だから、あれですね、だからなんか服装、人は見た目が9割みたいなさ、あるじゃないですか、その話。だからこう、すごい服装を、よく見せてたら、中身は全然ない人かもしれないんだけど、すっごいできる人みたいな感じで思ってくれるみたいな。まあ、それがポジティブハロー効果ですよ、言うならば。で、なんだろうね。まあ、すんごいホームレスのさ、もうすごいこう、ボロボロの服装とか着てたら、中身がすごいしっかりしてる人でも、まあ、そういうふうに見られてしまってるのが、これハロー効果なんですね。まあ、どっちもあるよっていうことで。で、これをね、そこまで意識してる人があんまりいないみたいな話が、この影響力の時に書かれてるんだけど、だから、そういうことですよね。だから、すごい馬鹿にできないというかさ、だから石川遼くんとかさ、めっちゃゴルフできるじゃないですか。で、石川遼くんが、スピードラーニングの、これで英語が話せるようになりますよ、みたいな感じで、スピードラーニングのし、あのし、なんだ、広告やってるじゃないですか。したらもう、まあ、あれ、なんか聞いた話によると石川遼くん全然英語話せないみたいな話なんですけど、まあ、すごいゴルフですごいズバ抜けて能力が高いもんだから、まあそれで CM やってくれたら、でもうこれで聞けるように、僕もこれ聞いてるだけで話せるようになりましたみたいな感じで、やるともう、まあ人って、ああすごいこのゴルフでもできる人は英語がすぐできちゃったのかみたいな感じになって、で、あれまあ爆発的に売れてるみたいな。まあ、爆発的に売れてるかどうかわかんないですけど、結構騙されて、あれ、まあ、買って僕もちょっとスピードラーニング聞いてましたけど、全然話せるようにならないっていうね。まあ、そういう効果で CM やってるわけですよ。だからね、世の中のほとんどでもそういうハロー効果って結構使われてるからさ。なんだろうな、今日ちょっと電車の中でさ、いろいろ考えてたんだけど、知識の量がいかに大切かなって、それを知ってるか知ってないかで、なんだろう。まあ女の子にも、まあ受け入れられるか受け入れられないかも決まるし、まあお客さんにもそうですよね。お客さんにも、あ、この人すごいと思われたらやっぱり自分の価値が上がって、やっぱり高いものとかも契約率が上がるとかっていうのがあると思うんですけど、まあそういうことですね。まあ世の中の真理っていうか、
まあ、よく見せるっていうのは大事だなっていう。ある意味騙してる。まあ、化粧とかもそうですよね。化粧とかも。まあ、化粧でちょっと、なんだろう。なんか、ボロクソの顔よりも、ちょっと、綺麗に見せた方が、あ、この人いいな、みたいな。そうですね。お疲れ様です。わ、光77さん。あれですね。一人の、今日はもう一人のイケメンいないの。あ、なんか嬉しいこと言ってくれますね。僕もイケメンでもう一人もイケメンみたいな。ああ、全然イケメンじゃないですよ、僕ら。僕らって、ヒロシさんはイケメンかもしれないですけど、まあ、あれですね。もう一人のイケメンですか、ヒロシさんの方はね。いや、もう一人のイケメン違う。僕イケメンじゃないんで、もう一人の相方のイケメンさんですよね。僕はちょっと イケメンじゃないんで、あれですけど、あの方は今日飲み会行ってるみたいなこと言ってたんで、わっと、グレタン来たの。あれですね。え、なんだっけ？僕最初なんて言ってましたっけ？イケメンではないですよ、僕は少なくとも。ヒロシさんはどうなんですかね？ヒロシさんはまあ、かっこいい顔してますね、あの方は。まあ、すごい好きですよ、僕はヒロシさんの、あの感じ。ちょっとね、性格がね、ちょっとね、結構ね、芯があってね、まあ、またそこもいいところなんだけど、なかなか、譲らない部分もある方だなっていう感じなんですけど、まあ、ハンサムな方ですよね。背も高くて。まあ、グレタンもよく知っているヒロシさんですけど、ちょっと今、ハロー効果について話したんですけど、あとね、影響力の武器で大切だと思ったのが、あれですよ。ちょっとね、何効果かっていうの名前はちょっと忘れたんですけど、人はね、すごいこう、なんか言いやすい言葉っていうのが、すごい馴染みやすい言葉。馴染みやすい言葉っていうのがすごい好きになっちゃう。なんか理由はよくわかんないんだけど、すごいこう口から言う、なんだ、頻度が高い。あ、なんだっけ、頻度が高い。それだ、それ。なんだっけな、何効果だったか忘れたんですけど、まあ、すごいこう、話す頻度が高いものについてはすごい愛してしまうというか、好きになってしまう傾向があるっていう、まあ、法則があるんですけど、だから、ポッキーとかさ、すごいネーミング、あ、ネーミング効果だっけな？なんか忘れたんですけど、トッポとかさ、なんかすごいこう破裂音で、ポとか、トッポのポとかさ、まあプリッツのプとか、まあパピコのパとか、まあグリコの商品ってそういうパピプペポが多いんだけど、まあ、そういう言葉を使って、まあいっぱいこう、ポッキー食べよう、ポッキー食べようってこう、ポッキーって言ったらポッキーを好きになるって法則があるんですよ。だから、まあ、名前とかもすごい、呼びやすい名前をつけると、すごい商品が売れるっていうことですね。だから、そういうことも意識してる、まあ、するかしないかで、これでもあれですよ。商品の売れ行きが変わってくるっていうことなんですよね。だから、なんですかね。なんか世の中ちょっと見てみたら、まあ、そういうの結構狙ってつけてるな、みたいなのが結構あるかなと思いますよ。なんか、ポッキーとか、それ以外になんかあります？なんか、トヨタとかは普通ですよね。まあ、あれはなんか、まあ、固くやってきた結果かな、みたいな感じで、狙ってこう爆発的なヒットをやってないかなと思いますね。本当にいいものを本当に、いいものをただ提供してきたみたいな感じで。まあ、それは車ない時代に車を、いい車を作ったら売れるよねってことで。うん。だけど、今の時代はちょっとそういうものでは通用しないっていう。まあ今もう物がありふれて、あれですよね。ああ、なんだろう。ああ、と今例えば洗濯機とか作ってもさ、まあ、車とか作ってももう、まあ物がありふれてる時代だから、まあそういうのが売れないから、だからたまごっちみたいなそういう、価値がないものに価値をつけて売らないと、もう、あれですよね。生き残っていけない時代になってるって感じですよね。だから iPhone とかさ、別にガラケーでは良かったんだけど、ガラケーでも良かったんだけど、まあ iPhone で LINE ってすごい便利だって、まあ今日ね、すごいね、まあ LINE もやってないのかって言われたんだけど、池袋でさ、まあ友達と遊んでた時に。LINE って、まあ別にメールと電話で、まあ一応やり取りできて、まあそこまで困ってなかった時代。え、ちょ、待って待って待って。スマホとか出しすぎて売れないとか何考えてんだろうとか。あー、確かに確かに。スマホね、もうスマホ、だからスマホみんなもさ、ドコモもスマホで、
まあ、au もスマホで、なんか Galaxy とか Android とかさ、まあ、iPhone とか、まあ、いろんなスマホ出てるから、もうスマホがもう、また次のもの出さないといけないんですよね。スマホ以上のある価値のあるものを、今度はまた、ああ、なんですかね。まあ、次のものったらどういうのが出てくるのかな、ちょっと楽しみですけど、もうだんだん、もう携帯とか最初爆発的に売れてたけども、もうみんな持ってるからさ、また新しいもの、あれですよ。考えて売り出していかないと、もう稼げていけないっていう感じで。だからネットビジネスも同じなんですよ。みんなと同じことやってたら、もうそれと、それ以上のこと言ってないから、みんながニコ生やってないから、まあ、俺はニコ生をやるみたいな感じで。まあ、俺はそれやってないから、ちょっとね、僕考えたのはね、バカ殿みたいな感じでさ、こう、顔を白くしてやるってのは、多分ね、みんな顔出ししてやってきてるから、もう普通に顔出ししてやってたらね、目立たないから、まあ、そういうことでもやろうかな、みたいな。なんか、どういうのをやれば目立つかなっていうのあります？なんか。なんか、そういうことやっていかないとダメですよ。他にもあるものをやってたら、まあ別に間に合ってるよ、みたいな感じになるわけじゃないですか。iPhone で十分だよ、みたいなさ。いや、それ何できんの？って、ああ、機能同じだね、みたいな感じになったら、まあ、ほとんど売れないから、あれなんですよ。まあ、潰れていくってことですよね。だから生き残っていくためには、まあ、他の人と違うことやらないといけないし、お客さんのことをよく考えて、お客さんが何を欲しているのかとか。まあ。そうですね。あと、なんだろうな。影響力の武器、かなりね、まあ、かなりいいこと書いてますよ。影響力の武器、あと、なんだろうな。まあ、あとは、あれですね。小さい。まあ、外に来てもしょうがないか。なんですかね。俺でも、自分にしかないことやっていけばいいと思います。希少性、まあ、これ影響力の武器っていう本ですね。で、影響、ああ、そっか、それも結構大切なこと言ってますね。影響。まあ、影響、誰かに影響を与えると、まあ、自然とお金とか、なんだろう。まあ、自分がこう、ただいるだけでも、影響を誰かに与えるっていう話を昨日したんだけど、例えばさ、まあ、自分がこう、電車の中に、まあ、何気なくいて、まあ、ただ座ってるだけでも、そこに自分がいることで誰かがこう座れなくなる可能性があるっていう、まあ、誰かが座れない人が一人増えるわけじゃないですか。ってことは、その一人増えた人が疲れて、まあ、本当は疲れなかったら歩いて帰るとこ、タクシーで帰る。で、タクシーで帰ったら、そこで出会いが生まれて、もしかしたらね。で、出会いが生まれたらそこで、なんか発展するかもしれないっていう、まあ、そういうことが結構影響力の武器に書かれててさ、影響力の武器に書かれてたんじゃないのか。まあ、影響を与えると、まあ、自分がいるだけで影響に与えてるから、まあ、だから自分が、まあ、本当に影響を与えようとした時の力はものすごいってことで、引き寄せの法則っていうのがこう成立するっていうふうに言われてるんだけど、だからそういうこともよく考えないといけないですよね。自分がこういうふうに発信してることで誰かにこれ影響を与えてるかもしれないっていうことで。まあこれを見た人がそれにこう触発されて、まあ、自分もなんかネットビジネスやりたいっていうふうになるかもしれないし、あれですよね。なんだろう。まあちょっと学ぶことが大切だって思ってくれたら、まあこれを図書館でもしかしたら読んでくれる人が、まあ一人増えるかもしれないじゃないですか。ってなると世の中を変えることができるわけですよ。世の中を少しいい方向に変えることができるかなっていう。で、なんだろう。結構さ、なんか人の悪口とか言ってくる人がいるじゃないですか。あ、なんですか。ダニエル・ピンクも面白いです。あ、本当ですか。ダニエル・ピンクさんですか。ちょっとメモしておきますね。ダニエル・ピンク。ちょっと、なんですか、その人の本は。ちょっと僕はかなり学ぶのが好きなんで。ああ、そうですね、そうですね。なんかね、そのことについての本とかもね、苫部千秀人さんっていう人の本で、に書かれてるんだけど、苫部千秀人さん僕好きでさ、結構ね、苫部さんかなり読み込んでるんですけど、この本かなり良かったですよ。なんて言うんだ、感情を先に作ることで、マラソンをした時の感情を先にこう、思い描いておいて、それで、その感情を先にこう、作り出しておいて、で、その感情のために頑張るみたいな。だから、ゴールから逆算してみたいな
話の若干応用バージョンみたいな感じなんだけど、なんだろう。すごい嬉しかったことを、すごい思い描いて、すごい感情を先に作るんですよね。で、その感情を、批判をするなら批判する人を超えてから、そうですね、そうですね。批判をするなら批判する人を超えて、そうですね。それはあると思いますね。そう。だから僕を超えてから批判してこいっていう話ですよね。で、なんで、なんか、自分よりさ、下のやつに言われたくないっていう話ですよね。ハーさん来たんだ。ハーさん来た。ハーさん来てる？多分ね、昨日ね、ハマさんに休みって言っちゃったから、今日本当はね、休みって言ったんだけど、池袋から帰ってきたら、8時29分で、これできるじゃん、みたいな。今日ニコ生できるじゃん、みたいな感じで思ってやってるんですけど。そうですね。それはありますね。で、そのさ、批判してくるやつっているじゃないですか。多分悔しいからとかで、なんか悪口とか言ってくる人いるじゃないですか。まあなんか、お前じゃできねえよ、みたいな、なんか理由もないのに言ってくる人っているじゃないですか。とか、なんか嫌がらせみたいなことをしてくる、低能な人がいるんですけど、それについても書かれてる、浜さん今日いないですね、多分。わかんないですけど。クレアさんありがとうございます、コメント。でね、例えばさ、そこに100人、ここに例えば100人いたとするじゃないですか。まあ100人、まあ30人でもいいんですけど、で、周りの30人の人の幸せを考えられる人は、自分以外の他の誰かの幸せも自分の喜びとして考えることができるって話、まあ、ことで、で、他の人が幸せになったら自分は不幸みたいな。他の人は幸せになってほしくないから、他の30人にはこう、意地悪してる人がまあ結構多いじゃないですか、そういう人。自分の幸せ以外は、憎たらしいみたいな感じで思う人。まあその人は他の29人が成功したとしても、29人のうちの誰かが成功したとしても、喜べないわけですよね。他の人は失敗してほしいわけですから。で、自分が成功しただけだと喜べるっていう場合だと、喜びの数が、30分の1じゃないですか。まあ、31分の1か。まあ、他のに、まあ、他の29人の人が成功しても、自分の、成功のように喜べる人。まあ、これが、世界全体的に、こう、考えられている、まあ、抽象度の高いっていう言い方をするんですけど、自分にこう視点があるわけじゃなくて、まあ日本全体とか世界全体にこう視点がある人は、まあ世界の全員、まあだから金持ちとかはこう、困ってる人に寄付するとかっていう話があるんだけど、で、っていうのも、まあそれ結局、まあ他のその困ってる人を助けることで、他の人がこう助かったら自分の幸せのように感じることができるんですね。この地球全体を見られてるわけですね。自分一人の、まあ、自分一人ここにいたとしたら、まあ、自分だけこう幸せになりたいっていう人は、他の誰かがこう成功しちゃったら、自分の喜びとして、喜べないわけなんです。だから、まあそういうことですね。繰り返しになりますけど、世の中全体に、まあ目がいってる人、まあそういう抽象度の高い人は、他の人たちのこう、喜びも自分の喜びのようにこう、喜べるっていうことで、まあ、そういうことですね。だから、まあ、低能な人は、だから、自分しか見れてないから、他の人に、こう、意地悪とかしてくるんですよ。っていうことが、この本に書かれてるんですよね。すごい、それって、なんですかね。うまくいってる人とうまくいってない人の違いかな、っていうことを思って、まあ、ちょっとそれを共有したいな、と思いまして、話させていただいたんですけど。だから、そういうことですよね。よりこうハッピーになりたかったら、与える人になった方がいいってことですね。まあ、YouTube のようにダニエル・ピンクの講義あるので見てみてください。ありがとうございます。時間ですよ。そうですね。そろそろ次はですね、教えていただいてありがとうございます。いや、ちょっとなんか聞いていただいてありがとうございます。今の僕の話をなんか聞いてくださってたってことですよ。そっか、ダニエル・ピンクって今ちょっと僕メモ帳にメモしたんで、あれですね。ちょっと、まあ、暇な時見ておきます。あとなんだろうな。結構ね、もうすごい、あれですよ。そうですね。なんかね、学ぶってことがすごい大切だなって思いまして、最近。なんだろう。なんかね、なんか知ってるか知ってないかで、かなり世の中の見渡し方が、もう全部違ってくるかなって思いますね。そうですね。そうそう、1分でも無駄にできないですよ。で、だから、無知の知っていう言葉、まあ、とりあえず次は行きますけど、
まあ、知らないっていうことを知ってないとダメですね。自分が知らないってことを知ってないと勉強できない。